元気ですかと、元気があれば何でもできる実況アナウンサーの影野隆彦です。さて、分析です。分析、今回も分析コーナーということで、発想返しなどですね、これは情の素振りのですね、発想返し、これをちょっとね、いろいろ分析してみたいと思います。なぜああいった構えが必要なのか、そして私のほらダメ出し部位もあるでしょ、なぜここをダメなのか、これも自分で反省しながらね、それも入れていきたいと思うんですよ。そうすることによって、より皆さんが、あ、ポイントはここなのかとか、ここをこういうふうに注意しなければならないのかということの参考になればいいと思うんですよね。ですからそれも、ね、合わせてやっていきたいと思うので、ぜひ、ね、ご覧になってみてください。それでは行ってみよう。今日発想返しやらせてもらいます。発想返しってね、この剣の構えから入るんですね。剣の構え、剣の構えだから足元も半身も剣になりますね。ですから、それでね、こうちょっとやってみますね。こうしてくるっと回してこうなるんですけど、これが発想の構え。発想の構えに持っていくのを発想返しって言ってますね。だからね、このくるっと回すんですけど、こうやって回すんですね。これ回すのが一番早いのはこの真ん中だって言うんです。このね、この一番中心、ここが一番早く回せるっていうんで、必ずここに右手をずらしていきます。こうね。ね、そうする。こうなります。でね、必ず手っていうのは、一本の時が一番弱いんで、この一本である時、これをなるだけ少なくするために、こうずらしてってこうなります。ね、こうずらして、ここでスッとこうなります。ね、こう。この片手でやってみましょうか。これね、こうやってこの瞬間にパンと叩かれたらどっか行っちゃうんですね。あ、この前もやりましたけどね、ちょっと行きなさい。あ、こう叩いて一本でね、軽くでいいです。こう叩いて、あ、これ一本なの、すごい弱いですね。これ一本で弱いんですけどね、この反対からちょっと叩いて、はい、叩いてください。ちょっとこう持ってるだけでものすごく強いですね。ね、こうやってこう、もう一度、もう一度お願いします。こう添えとくだけでもっと強いんで、ね、この添えてるこの手を使って強くしながら、あの発想返しの動作をやります、ね。こうなりますね。この回す動作ですね。で、この発想の構えに入った時、この手をこの握りですね、握りを顎の上へ持っていけっていうんですね。こうね、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 こうですね、高い位置。これじゃあ発想の構えじゃなくて、これをここに持っていって初めて滑走の構えだっていうことなんですね。こうですね。で、両方の手しっかり握ってます。こうね。これはダメですね。こうなります。スッ。ここにも、ね。これが発想返しになります。で、発想返しの素振りを5本続けてやってみます。まず発想返しから。ね、ここから、こうですね、打ち込みですね。発想返し打ちと言います。発想返しからこう来たら、この手を持ち替えて、へその前、へその前ですか。へその前ですね、はい、必ずこれへその前で、上は水平、剣は 剣が水平って言うんですけど、上は水平になるまでですね、こうね、水平になったらこれ最後握る。そう返し打ち、そう返しから手を入れ替えて、そう返し突き、そう返しから、この手やっぱり入れ替えます。
ここからスッこうして、スッ、また発想返しになって終わるんですね。突き終わったと。発想返しから手を入れ替えてこうだよね。で、ついて出す。まあ、2種類やり方があります。スッとしてこうしてとついて、ちょろっと戻してこう。これと最初から、あっ、ここ残しておくね。もうそこ、まあ2種類あるんですけどね。どっちでもいいんですか。どっちでもいいです、うん、やりやすい方でやってください、ね、やこうなります。発想愛し突き、後ろ突きですね、うん、発想返しからここを後ろ突きですね。毎回やってるやつですね。このまま先っぽを持って後ろ突き出します。ここで作った角度、この角度のまんま後ろ突き、この角度のね、ずっといった先は敵のお腹だって言うんですけどね。先っぽを持って突き出します。これは半身を前に向けておきます。で、後ろ向いちゃいけないんですね。顔だけは後ろ向いてもいいって言います。肘の下ですか。そうです、上は、はい、そこを来たらこれスッと手の甲を上向けて肘の下にピタッとくっつけるんですね。ここで角度を取ります。このまま先っぽを持って突き出します。打ち込みの時もやっぱり遠かったんですけど、ね、これも遠いですね。発想返しからさっ、こうなります。発想返し後ろ突き4、発想返し後ろ打ち、後ろ打ちっていうんですね。発想返しからここで手を持ち替えて後ろを打ちます。後ろにいる人間の内膝、ね、内膝が出ますね。発想返し後ろ打ち、手をねこう返すのがコツになりますね。このままこう叩いたんじゃ弱いですからね。こう叩いたんじゃ弱いんで、ここで手を返して叩きます、発想返し後ろ打ち、これね上でちょろっと円を描くといいんです。ここでね、ちょっと円描くんです。ちょっと円を描いてこうやってるとね、ものすごく勢いがつきますから、ね、このままこうやって、ここからただこうやって打つんじゃなくてね、こうちょっと円を描いて、ここからパッとこう。振り下ろす感じになりますね。発想返し、後ろ払い。スーッと来て、ね、やっぱり同じですね。後ろ打ちまで行ってからここで足を引くんですね。スーッとこの払う動作ですね。後ろの足をパーンと払うんですかね。発想返し後ろ払い、発想返しから、これもこの手をこう返す、これがね大事になってきますね。ただこうやってこれ返さないとこうなるんです。スッ、こうなっちゃうんですね。これだと丸きし勢いがないんでね、これでね必ず手を返していこう。
ね、勢いをつけてください。さあもう一度発想返し、後ろから発想返し、後ろから、はい、これ5本です、はい、じゃあ発想返し行ってください。発想返し、発想返し、はい、この手を、この手を、この手を、もう少し上、ね、そうですね、はい、この辺、この辺、もう少し穴開いて、しっかり持ってくる、はい、このこっちの手をしっかり持ってきたいです。あ、はい、あ、これぐらい、はい、はい、そうです、これですか、はい、はい、いいですね、はい、はい、じゃあここが第1位ですね、はい、はい、はい、そうやからつきます、そうやし、はい、いいですよ、今のところで大丈夫ですか、はい、続いて向けました、はい、そうやし、つきます、ここはちょっとね、後ろ、後ろを持ったわ、いいですか、はい、うん、この、こう後ろ、後ろ持った時は、これちょっと開ける、開けて戻せるんですね、ここ、ああ、ああ、ああ、はい、戻しがありますからね、はい、ここから、はい、戻し、うん、開いてる時はもうその、ああ、はい、はい、はい、あ、そうはいいし、ああ、後ろ、後ろ、そうですね、あの、つく前にあの一旦この形を作ったらいいですね、こうして、うん、こう、ここからこうつくんじゃなくて、ああ、こうしてこの形を作ってからこうつくと、うん、あの乱れがなくなりますね、なるほど、こっからここで作って、右の下で作って、そうですね、はいはいはい、これあかん、まだダメだ、はいはいはい、発想返し、後ろ打ち、はい、あ、いいですね、はい、だからもうそれでね、最後のところ、はい、この手、この手をもう少しこうする、あ、こっち、はい、おお、何か硬いよね、あの相手に衝撃が伝わりますね、なるほど、姿勢が悪い、そうですね、あ、あかん、ね、姿勢が悪い、あ、なるほど、はい、これこの難しいですね、それもこの手が返ってる、ああ、そうかそうか、これはね返しですね、もう一回行きましょうか、ちょっとゆっくり上がる、ここからこう来て、はい、そこでもう返しちゃうんですね、はい、そうですね、ああ。この返しがね、そうですね、ああ、そう、勢いができます、この返しが重要だそうです、はい、まだまだ練習不足です、元気ですか、元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます、実況アナウンサー柿野孝彦です、よろしくお願いいたします、バカさー